どうも、ウィリアム・テンプソンです。今回はですね、私がちょっと憧れだったね、リッツ・カールトンにね、ちょっとやってきましたので、部屋紹介をまあしていこうかなと。東京タワービューというデラックスキング、一番ランクはね低い部屋、まあでもまあ東京タワービューだから一応ちょっとは上で、クラブラウンジアクセス付きなんで、一応ある程度はいいランクなのかなとも思いつついるんですけれども、今日はですね、まあある程度って言いまくってんの、ある程度天候にも恵まれておりまして、今まあ部屋入ってきたばっかな、さっきのラウンジまで2時間近くいたんだけど、ラウンジにずっと、いやね、なかなかキングサイズベッド、シーピックドアップキングサイズベッドって感じですね。ここで流すなら、If you blue and you don't know、 なんか恥ずかしいからやめとこう。プッティンオンザリッツがねいいかなというふうに思うんですけども、そう、私プッティンオンザリッツを友人の車で初めてじゃないんだな、なんか久々に聞いてピーンと来たんですよね。でピカピカさんがホテル好きだから、あ、ホテルっていいのかもしんないっていうふうになんか思い始めちゃって、で最初に泊まったのが、まあ、最初リッツに泊まろうとしたんだけど、ピカピカさんがリッツよりもシャングリラの方がいいんじゃないのって言ってシャングリラに泊まったんですけど、まあでも結局リッツにじゃあ泊まんなきゃ意味なくないっていうふうに思いまして、私はこの Your Sanctuary みたいなやつをね書いてありますけど、リッツカールトにね泊まることにしました、ようやく。なんか消毒スプレーもあんなということで、ちょっと長々と話しているんですけども、まあ、まず、なんか、見ていこう。あ、入ったら部屋、これね、これ部屋入ったら、なんかあんかな。これは、意味不明な壁です。ね。ね、ちょっと待って、今さ、勝手に止まったんだけど、データを修復しますとか言って、怖いんだけど、めちゃくちゃ。まあ、とりあえず、これ何これ、モンキー47みたいな。私、あんまりね、お酒詳しくないんでよくわかんないですけど。いっぱいありますね。シーバスリーガルくらいは知ってるぞ。ね。ね。ウォッカとか。これは炭酸水だな、多分。あ、炭酸水じゃないや。なんだっけ、普通のミネラルウォーターだね。違うっけ、そうだったと。なんかさ、絶対さ、クラスに一人くらいさ、ありなかった。ミネラルウォーター好きみたいな。いたんだよね。絶対、おお。完全にちょっと待ってね。ミニバーのちょっと感度上げます。感度も勝手に下がったな、どうした。これはこれなんだ、グリーンティー、ダージリンティー、これはカモミールです。でこれなんかね、ロイヤルコペンハーゲンみたいな感じの、なんだろう、なるみって書いてある。メイドインジャパン。ちょっと、なるみ。なるみしたらちょっと、幼稚園の時の担任の人の名前だな、これ。これは何、ちょっと謎の。ノワールオレンジ。で、これが気になるんだよね。皆さん多分お気に。またこれある、プリングルス。もう、セルリアにもあったしな。さあ、いくらなんでしょうか。モンキー2800円、リカースピース1300、朝日スーパードライが1500円もするよ。シャンパン6000円、まあ、一番高いのは、まあ、6000円のだけど、ペプシコーラゼロ900円、レッドブル1000円、ポカリ650円だって。イエモンは908円、半端じゃないね、半端じゃないよ。まあ、とりあえず私はこんなの頼みます。何これ、え、これが何、ミント、ミント500円だってさ。で下はあ、一応クリスタル、音がね、ほらちょっとすごい音したかもしれない今。これはあれか、
なんだっけ、氷入れるやつ、アイスキャノンみたいな、なんだっけアイス、あれなんていうんだっけあれ、ちょっと忘れちゃった。で、上はね、なんか ものすごいエスプレッソマシンみたいな。これはネスカフェ、あんまりよくわかんない。これ水かな、ナチュラルミネラルウォーターで、このフロアスタンドみたいなね。で、何これ、あ、あれか、次、あ、明日着てく用意をするための、ここにね、小物カフスボタンとかいろいろ入れたりして、まあなんかいっぱいかけたり。それにしてはちょっと低くないか、これ大丈夫か。で、まあ、鏡とかあったりねするんですけど、私一番怖いのは鏡なんだよ。ここにあれか、エアコンか。で、これが扉が閉まると、なんか閉鎖的、閉鎖的です。で、一番ね、私は怖いところです、洗面所。何これ、あ、時計か、すごい変わった時計だな、これ緑と赤と金、すごい白飛びしてるし、まあちょっとミニバーに合わせてた。洗面所は明るいね、さすがに環境に入る。はいはいはい。で、あ、ここにはね、あの拡大、ちょっとやばいのこれ、拡大の拡大鏡みたいな。で、水がね出てくると、まあ、なんでこれすげえ水だな。で、何これ、あ、そうそうそう、これね、すっごい全然見えないアスプレイのやつらしいです、このアメニティは。で、タオルがあって、でね、ちょっと待って、ちょっと今マフラーちょうどして隠す。ほら、こんなね、こんな感じのあれです、鏡になってますっていう。映ってなかったと思うんですけども、これ何、これあれかな、石か、木に見える。あの、なんていうの、もう今日は頭が回ってない。で、シェービング、レーザー、歯磨き、コーム、ヘアブラシ、歯ブラシ、ちょっといっぱいありますね、綿棒も3つと。で、ここは空っぽ、これも空っぽ。これは、あ、これドライヤーか。あ、待って、ここのドライヤーなんだろう、シャングリラの時はね、あのレプロナイザーみたいなやつだったんだけど、ちょっと待ってね、今開けてんから、ちょっと待ってよ。シャングリラより高い場所だからな、どちらかというと。さあ、気になるな、このレプロナイザー本当に良かったからね。ちょっと待って、開かない。え、もしかして違ったけど、ルミエリナ、誰だけど、かっこいいな、これも。またこれ同じ形してるぞ、これを、なんか同じ形、掃除機の掃除機の、あの、なんか短く、あ、レプロナイザーじゃん、同じじゃん、なんか似てるなと思ったけど、レプロナイザーでいいの、 4D プラス、同じやつだ。これね、5万だか7万だかすんでね、めちゃくちゃ高級品だよ、これやばいっしょ、これめっちゃくちゃいいから、みんな、私はあのシャングリラで使っただけだけど、めちゃくちゃいいから、本当にいい。これはゴミ箱、あ、なんか開くの、開くけど、開けなくてもいい場所だね、これは。で、シャワールーム何、これ2つあんの、これ。ああ、ピカピカさんはね、あの、洗面台じゃなくて、なんだっけ、洗面器じゃなくて、あの、洗い場がね、あるとこじゃないと嫌だって言うんですけど、ここは洗い場がなくて、このように、お風呂場が、桶と、あの、あ、これ違う、こっちはトイレか。そう、あのね、これがね、バラバラになってるのが、ピカピカさんどうも嫌だって言うんですよ。まあ確かにね、言いたいことはわかるんですけど。で、あれは
なんかシャンプーとかはないの？あった、こんなやつなんだ、すごい大大容量、あーなんか大容量だよ、ほらこんなにでっかいのね、普通ないよね、普通10とかさ。シャンプー、コンディショナー、シャワージェル、ちょっとパープルウォーターって書いてあるけど意味不明ですね。でシャワーはまあちょっとまだ使ってないんですけど、どんなかわかんない。またね、夜になったら撮ろうかなと。でここは自動で開く、お、ピカピカさ、開かないよ自動で。何これ、サニタリーパックだって。こんなとこにとうとう隠すように置いてある。いいのに、なんかこういう仕様のトイレなのかと思った。まあトイレの中見せる靴磨き YouTuber って初めて聞いたんだけどさ、これはあれだね。でもと分からないよね。で風呂がさっき見た、これは何、ソープって書いてあるとちょっとね、あ、これあれじゃん、バスソルトみたいなね。まあよくあるか、これね、枕もついてますと。ここから水出すのね、上からは出ないタイプ、こっちから出るのかな、あ、出ますね、こっちからはね。えもうあれを間違えると、上からベシャーって冷たい水がねかかってる。最初だからさ、水がねお湯にしてたところで冷たいんだよ。でまああとは特にこれね、謎の花が浮いてあるという感じです。こっちは変わりない、2つついてるっていうのがすごいね、2つなんであんの。これね、バスローブがあります。この銃を取り出す寸前みたいな格好してますけどね、すごいよバスローブ。なんかね、そのピカピカさんの話ではリッツのバスローブ最高って言ってるリッツ信者がいて、いやシャングリラの方がいいよって言って、本当って疑ってシャングリラに行ったリッツ信者が、シャングリラのバスローブマジで最高じゃんって言うっていうことを言ってたんですけど、私もバスローブの着心地あんまり気にしたことないから分かんない、ということで、さあ部屋の方行きましょう。まあね、これはめっちゃくちゃ暗いな今度めっちゃくちゃ暗いんで明るくしますね。まあこれは私のバッグなんですけど、エルメスのサッカーデペッシュです。でこれはそのなんかシャンパンをねもらいました。すごいこれシャンパン、これ買っただけでいくらするんだろうって感じなんだけど、ね、よかった。でこんな袋にね、水色の袋に入ってて、このあれは椅子はどうなんだ、まだ座ってないけど、座り心地はいかに。さあ、ああ意外といいぞこれ、なんかだんだん夕焼けになっててる、すごいチカチカしてるなこれ。あ、そんなに悪くないこの椅子。でも、普通悪くはない椅子です。でね、メモ帳があって、何これ、そうまた別で載っけるけど、これはなんかすんげえメニューの分厚さ、何これすごいよこれ、もう読む気になんないよこんなの。ああなんか落っこっちゃった、工事に読んでたかマシだこれ。でさ、ワウバーガーみたいなね、特に開く場所はない、マスクもちゃんと用意してくれて。でワウバーガーとかいうなんか日本一高いねバーガーがあるらしくて、これがリッツにあるらしくて、でこれね、こんな感じです。それがね、なんとバーガー1個でフォアグラ使われてて1万、あ、なんかつけてなかった何も13,500円ですよバーガー、マジでって感じ。ちょっとあれ消しちゃった、またあっち間違えて消してるな、緑ランプがついたら多分消してる、あれでもついてるね、あれなんだあれ今ちょっと今混乱してますちょっと
あれ？おかしいじゃん。なにこれ？清掃してくださいって、なんか押しちゃった、間違えて。起こさないでください。こんなとこにあんだ。ほら、すごい思いっきり見られてる、私の体が。ね、これマイクのコードです、これ。カーテン、あ、カーテンね。カーテンがこれ自動で、閉じたりするやつです。ちょっと待ってね。ちなみに東京タワーがね、東京タワービューなんで、東京タワーがよく見えます。ほら。こんな感じで。ちょっとブレてんかもしんないけど、ピンボケしてんかもしんないけど。すごいピンボケだな、これ。ね。意外と、あれがね、六本木ヒルズ森ビルだと思います。あ、ちなみに場所はね、ミッドタウン、東京ミッド、カラオケ館を見るとね、カラオケたちを思い出しちゃうんだよ、ね、サンドイッチマンのね。で、ラウンジからはね、思いっきり青山レーンとか見えたんだけど、あと、そうだね、綺麗だった、結構でも。アパホテルもあるな。あれは首都高かな？そうね、あっちが、あっちが銀座とかの方だな、多分。あ、スカイツリー見えんじゃん。え、スカイツリー見えるよ。ちょっと見えるかな、みんな。どこにピント合わせてんだ、このカメラは。もう何をやってんだか、もう。ここにね、今ちょうど、これかな？ほら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 、あ、やばい、指に合わせ始めちゃった。でもね、今曇っててあんまり綺麗に見えない。もう全く。ちょっと勝手にこれマニュアルにするわ。ほら。スカイツリーがね、ここに、ちょっとピッカンピッカンしてるんでしょ。こんな感じです。東京タワーも、これでね。で、あれがレインボーブリッジかな？これが。そうですね。で、あれが、あれか。これが、これ、ちょっと待って、どこに手あんの？これが、フジテレビだね。もうちょっとよくわかんないからいいかな。うん。っていう感じです。あ、こっちのね、ちなみにこっちの、ソファーは結構いいです。意外と、あ、ここいいわ、ここ。ここめちゃくちゃいいんだけど。また暗いな、これ。これめちゃくちゃいいよ、これソファー。へぇ。ちなみに私、また一人で泊まってるんで。虚しく。でもね、私ね、ホテルは一人で泊まりたい派なんだよ。こういうホテルは。だってさ、楽しくない？そっちの方が。やばい、これ、思いっきり。鏡だ、これ。今、クローゼット見てんだけど。やばい、これ。あ、靴磨きサービスだって。ほら。あ、これマニュアルにしてた。ちょっと待って。こういう時のマニュアルはめんどくさいから。これね。シューバッグの中に靴を入れていただき、ベルデスクにご連絡ください。何時までにお届けいたします。ですって。ちなみに、ラウンジで、もうナプキンをね、したんだけど、めっちゃくちゃ、毛羽立ってて、ものすっごいことになりました。私のあれが。スーツが。これあれじゃね？針じゃね？ソーイングキットだって。ほら！へぇ。面白いな、これ。え、ボタンまでついてるよ。針だ、針。こんなのなくしたら怖いよ。これは？シューシャインミット。布なのかな？これね、後で使ってみようと思います。で、これがシューシャイン、シューポリッシャーだから、多分ワックス。これ後で使います。だから見せない。今開けるのがめんどくさいだけなんだけど。これは何これ？毛布何これ？すごい柔らかいこれ。めっちゃくちゃ柔らかいこれ。カシミヤみたいな。すごい柔らかいよ、本当に。で、ハンガーがね、こんな感じで。まあ、真ん中割れてますけど、これ。ね。
これが1枚つながりだと超いいハンガーらしいんだけど、1、2、3、4、6個、6個あって、ここになんかエマージェンシーみたいな、で鏡です。これが鏡の、やばいやばいやばい。あ、ちなみになんだけど、まあ、あのこういう格好をしております。靴はね、エドワードグリーン、結構昔のやつです。で、このでっかいね、スタンド、こんな感じです。で、テレビ、あ、こっちなんだ。あら、こっちにもあるじゃない。あ、これがスリッパだね。どうやらね、リッツのスリッパはなかなかいいという噂なんだけど、ちょっと見てみよう。おお、ふわふわ、すごいふわふわしてる、これ。うわ、めっちゃくちゃふわふわしてんじゃん。ちょっとこれは後で履いてみよう。これは？これはあれかな、シートベルトみたいなね、素材のね、なんかハンモックのちっちゃいバージョンみたいなやつですね。で、これがバスローブ。また、いっぱいハンガーがあって、これはあのうちにあるタオルケットと似てるような触り心地だね。別にあの自慢してるわけないけど。で、枕ね、これでっかいな、この枕。あ、そうだ、ベッドに寝転がってなかったろ。ベッドに寝転がるのがやっぱり皆さん的にも気になるんじゃないかなと思うんですけども、行ったんですね。これソニーの大きいテレビです。こっちの中を見てみよう。何これ、ノーディスク、なんかコード。ああ、これあの引き出しから何のなんかホラーゲームやってるみたいになってホラーゲームやってるみたいな。どうしよう、変な絵の裏とかになんかあったら。で、これあのね、バチンザみたいなやつで、ベッドです。さあ、これね、こんな感じなんだけども、キングサイズ。待って、あれいいぞ、意外と。あれ、これあれがないぞ。でもあのさあ、これ短くねえか、なんか、なんかちっちゃくないか、これ。背がなんか大丈夫かな、これ。足りんかな、足りないぞ。え、待って、ほら、これさ、あんまり嫌だから靴つけんの。今ね、ちょうどまあこんな感じなんだけど、これで位置的に頭の位置がここだから、これ今 まさにここなんだけど、ぴったりくらいだよ、これ多分。ここに来たら、え、ちっちゃくない、これ。なんかベッド、なんでこんなちっちゃいんだ。でもね、あのそんなに悪くなさそうです。どこのベッドなんだろうめくり、いや、ちょっと綺麗だから、まあタンダウンしてもらってね、また夜景を見ながら皆さんとまたね撮ろうかなと思っていますので、ぜひその時もあの同じ動画内だと思うんだけど見ましょうよっていうお話です。まあちなみに今、4時半過ぎてますけども、こんな感じのだんだんね暗がりの見た目になってきました。スカイツリーも、まさかのねスカイツリーまで見えるという、まあちょ見にくいけどさ、これなんだけどね、東京タワーとスカイツリー、いや、まさかのコラボでした。ということで、夜またお会いしましょう。それでは、はい、ということで夜になりました。時刻はですね、何時だ、どこに時計あんだ、なんかこの辺に、普通この辺にあるはず。ターンダウンが終わってね、まあこんなチョコレートが置かれていたり、私ね荒らしちゃったんだけど、部屋を散々荒らしまくって、ね、三脚だの靴だの、これは何、もうね、これはちょっとわざと置いてありますでですね、あ、違う、ね、ここにいっぱいね、ちなみにちょっとレンズが変わっちゃってるんで、今見やすいかもしれない、逆に普通に
ね、こう残さないでくださいとか清掃してくださいとか、ね、ちょっと一回室内灯をね切って、これも切るか、どれだ、これか、向こうはちょっと面倒くさいんで切るのやめます。で夜景をちょっとご覧になってくださいということで、ラウンジもねまあまあ綺麗で、そうですね、渋谷駅の方ラウンジは、でバーザバーの方はね、ちょっとフォアグラバーガーっていうの、ワオバーガーっていうの、フォアグラバーガーっていうからフォアグラが入ってるのかと思ったら真ん中に違った、フォアグラがただついてくるバーガーだった、がっかりでした味はまあうんマックでいいかなっていう。でまあ、その話についてはちょっと後でまた詳しく話そうかなっていう感じなんですけども、ちょっと東京タワー、ザ、そのザバーでは45階の新宿方面が見えて、でこっち側は東京タワービューなので、まあね、東京タワーレインボーブリッジ見やすいんじゃないかな、こっちの方が。さっきより、あれどれだ、これか、レインボーブリッジで、ちょっとこの辺に多分、ね、あの、あれがあるはず。フジテレビが、ちょっと見えないんだけど、暗くて。で、まあ、あれが首都高ですね、これ、これが。ね、下が246かな。違うっけ？あ、そうだよね。あれ違ったっけ？なんかあんまり、この辺車で通んないから。通るは通るけど。で、スカイツリーがね、結構、待って、月もあんじゃん。マジか。ほら、月が、まあまあ、綺麗な。結構澄んでるな。あ、あれが六本木ヒルズ。まあさっきとね、内容あんま変わんないんだけどね。森ビルですね、六本木ヒルズの。こんな感じで。で、向こうに、ほら、ちょっとこの位置だと見にくいのか。ここからが一番見やすいな。まあ、若干このスカイツリーがね、あるということで、まあ、難しい。このね、レンズだとちょっとね、どうしても難しいんだけど、さっきの広角だったらね、映ったんだけど、このように、東京タワーと、月とスカイツリーはどこだ？うん、こっちか。ね、見えるというような感じの夜景でございます。なかなか綺麗かなっていう。レインボーブリッジも見えるしね。結構いい。ただね、同じことを隣の部屋の人がやってると見えちゃうっていう、そういう危険性があるっていう。で、あと、これあの、シャングリラ、セルリアンともに、ね、このカーテンクローズを押せば、ちょっと待って、明かりをつけよう。ほらこんな感じで閉まっています。まあこれは東京タワービューの意味が全くないからね。これはちょっと私は信じられないと思うんで。これ何、これレースか。これも上げましょう。はい、という感じで、皆さんもね、リッツが気になるという、なんかありましたら、ぜひ、いかがでしょうか。何あれ、キャンデオホテルか、なんか、キャンドゥって見えて、しかも星のマークだからさ、キャンドゥホテルなんかあんのかな、100円で泊まらねえんだったらなかなかいいなと思ったんだけど。まあ、以上です。それだ！はい、ということで、おまけなんですけれども、こちらがですね、東京ミッドタウン。で、真ん中のやつですね。今3つ、3棟ビル映ってますけど、いや、難しくてね、どっから行くんだよっていう。東京ミッドタウン1回しか行ってこなくて、どっから行くんだろうと思ったらね、そう、すごい大変だった。次の写真でね、入り口が出てくるんだけど。で、あと、最初のね、あの、方から言おうと思ったんだけど、ノイズがね入っちゃってて、だいぶ、ね、あ、これがリッツの入り口っ
っていうわけじゃないけど、あの、まあ、入り口かっこよかったよね。白と金と黒ってもうゴージャスって感じだよね。いやこれなかなかかっこいいなと思って、ちょっと真似たいですね、この配色は、ね、シンプルな感じが。でそのノイズがね、マイクにさゴソゴソ入っちゃって、あれさピンマイク持ってるんだけど忘れちゃったから、まあ手持ちでやってました。でこれがですねラウンジ、まあこれはあの翌日なんですけども、ラウンジこんな感じでしたね。結構広いラウンジです。で食事はねそんなにうまくはなかったね。まあうーんっていう、ちょっと大したあれじゃないけど、でもまあラウンジそのものはねなかなか落ち着いてて、ちょっと成金っぽい人も多かったけど、ね、そんな感じで気取り屋みたいな自分もね何とも言えないんだけど。でこれがそのラウンジからの景色で、さっきほら部屋からはこの今ね真ん中ら辺に見えたのが六本木ヒルズなんですけども、これがかなり右端の方に見えてたんですけど、だからあれですよね、角の逆かみたいなかちょっと難しいなんて説明していればならない。でね、まあ夕日が綺麗だった。これを見るために2時間いたんですラウンジに。いや見るためっていうか、たまたまなんかだんだん明るくなってきてねと思って、そう天気にねあんまり恵まれてなかったんだけど、でもこの時だんだんこう今上にね雲が見えると思うんだけど、これがねどんどん明けてきて、太陽がねこんな感じで、えこれなかなか綺麗だったね。代官山の方とかね見えて、渋谷方面これ綺麗だったよ。感動してよ本当に。53階だからねこれ、クラブフロアの部屋だけどさ、なんかクラブフロアの部屋だけど52階だったね、まあ、それはいいやでこれがザバー、ザ・バーです。ザ・バー・バイ・ブリフトアッシュじゃないよ、ザ・バーね。だからなんか新宿のねドコモタワーみたいなのが見えます。で新宿方面なんですねこっちは。でここで提供されたのがっていうか、まあ頼んだのがこのフォアグラバーガーというあのっていうかワオバーガーという名のフォアグラバーガーで書いてあるから、フォアグラが入ってるのかなって思って、挟まってるのかなって、このね、右側のバーガーにねと思ったら、この一番上のなんか魚のね焼き魚のソテーみたいなねやつがフォアグラだったのよ。で大量、普通さ結婚式とかでねえ薄っぺらいのがさ肉の上に乗っかってるとかそういうのはなんかよく聞くけど、これ丸々かよみたいな気持ち悪くなっちゃったよ。でちなみにこれ部屋からの夜景、やっぱこれ一番綺麗なんじゃないかな、うん、さっきのはさ動画だったからさ、なんかあんまりちょっと見づらい部分もあったかもしれないけど、これはねちゃんと撮ったので写真で綺麗だなと、うん、なかなか今見てもねいいかなと思いながら、まあそんな感じでリッツカールトン泊まってきました。皆さんもちょっとリッツでブルーな時はリッツを着飾ってみてはいかがでしょうかということで、それだ。